皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。英語が超苦手な人の高校受験音読英語、18回目は短文読解練習、ここで手紙文を扱っていきます。このシリーズの中では長文読解はしません。長文は短文の集まりですから、短文の読解練習をどんどんやっていきます。まず私が手紙文考えてみました。この手紙文まず読むので皆さん聞いてください。2回読みます。では行きます。 June 7th. Dear grandfather, how are you? Thank you for sending me a nice bag. I got it 5 days ago. I like it very much. Yours, Mary. 2回目です。 June 7th. Dear grandfather, how are you? Thank you for sending me a nice bag. I got it 5 days ago. I like it very much. Yours, Mary.こんな文なんですね。では意味を確認します。 June 7th、 これは手紙を書いた日です、ね、6月7日ということですね。この1日2日3日というようなこの日にちを表す場合、英語では1、2、3、4、 こちらの数字を使いません。1番目、2番目、3番目という First, Second, Third, Fourth、 こちらを使います。ですから7の後ろに th をつけて 7th、 こういう形をとっています。ただしこの th 省略して書いてある時もあります。でもその時日にちを表しているんだったら発音は 7th と、ね、助数の発音になりますので、これも覚えておきましょう。そして Dear grandfather、 ね、親愛なるおじいちゃんへと。昔はね、こんな親愛なるなんて固い、ね、言い方したんですけど、これ単純にね、おじいちゃんへでいいです。その時 Dear 誰々で誰々さんへという意味を表すと、これだけは覚えておきましょうね。 Dear grandfather、 おじいちゃんへ、 How are you? 元気ですか、ね、Thank you、 ありがとうございます。 For sending me、 私に送ってくれて、 A nice bag、素敵なカバンをと、ね、こうやって文を読みながら意味を取るときですね、必ず前から意味を理解していきましょう。これなぜかというとリスニングのとき困るんですよね。もしこれを、私に素敵なカバンを送ってくれてありがとうございますって訳したら、こちらからね、訳してますよね。でもリスニングって前から言うでしょ。 Thank you for sending me a nice bag ってこちらから考えたら、もうこの部分って言い終わっちゃってね、もう言ってくれないですね、消えちゃいますね、音が消えちゃうので、必ず前から意味を取れないとリスニングはできないということなんです。ですから英文を読むとき、英文の意味を理解するとき、必ず前から理解していくという、こういう練習をしていってください。それによってリスニングもできるようになるんですね。 Thank you、 ありがとう。 For sending me、 送ってくれて、 A nice bag、 素敵なカバンを。意味わかるでしょ。だから意味がわかればいいんです、ね、日本語に直さないと。ただし文章で日本語に訳しなさい、こういう問題だった時は後でこれを日本語の順番に直すと、これをやればいいわけですね。だから普段読むときは前から順番にがルールだと思ってください。次に行くと I got it、 私はそれを手に入れました。 It っていうのは A nice bag のことですよね。手に入れました。 5 days ago、 5日前にと、ね、I like it、 私はそれを気に入っています。 Very much、 とても。 Yours, Mary、 ここのところなんですけど、ね、Love Mary とか Yours Mary とか Sincerely なんとかとかね、いろいろあるんですけれど、この部分はあまり気にしなくていいです。ね、Love Mary でも Yours Mary でも
ね、メアリーからですよと、ここに手紙を書いた人の名前が最後に来ると、これだけは覚えていけば OK です。さて今回はこの文の中に出てくる表現、これに関係する表現、覚えちゃっておきたい表現、ここにまとめました。2行です。皆さんここで覚えちゃいましょうね。で、最初、Thank you for 何々。Thank you for 何々。これは何々をありがとうという意味になります。で、Thank you for sending me a nice bag。ありがとうって送ってくれてというふうになってますよね。例えば、手紙をありがとうって言ったかったら、Thank you for your letter、ね。Thank you for your letter。プレゼントありがとうだったら、Thank you for a present。こう言えばいいんですね。ただし、この for の後ろ、send に ing がついた形が来ていますよね。何々してくれてありがとうって。動詞の意味を含むとき、これは動詞に ing がついた。これ動名詞というんですけど、そういう形がいきます。例えば、私を手伝ってくれてありがとうって言いたかったら、手伝うはヘルプですよね。ですから、ヘルプに ing をつけて、ヘルピングにして、Thank you for helping me. Thank you for helping me. 私を手伝ってくれてありがとうって。こういう形にします。ね。それから、ago。ここで、5 days ago。5日前という意味になっていますけど、この ago は何々前という意味です。例えば、2ヶ月前だったら、2 months ago、ね。2ヶ月。そのうちに ago をつければ、2 months ago で2ヶ月前と、ね。3年前だったら、3 years ago。3年と言って、その後に ago をつけて、3 years ago で3年前になります。こういう使い方をします。ただ、前という言い方で、一つ前という時には、ago はあまり使いません。ね、last を一般的に使うんですね。last。例えば、一つ前の週、先週ですよね。そういう時には、week の前に last をつけて、last week、last week、last の後ろに week が来る、last week。これで先週ですね。一ヶ月前から、ここはち、こっちいっちゃうから、last month、一ヶ月前。その時は last month ですね。ちょっと順番違っちゃったんですけど。じゃあ、この間の日曜日という時には、last Sunday。ね。last の後ろにその曜日が来ればいい。だからこの間の金曜日だったら、last Friday。ね。last をつけます。で、1年前。去年ですよね。で、last の後ろに年というイヤーをつけて、last year。last year。こういう言い方をすると。この last の使い方。これも今回覚えておきましょう。ではこの表現説明終わって意味も分かったところで、今度は皆さん私と一緒にこの英文を読んでください。声に出して読むことで英語は読めるようになるだけではなくて、聞き取る力もついていきます。ですから皆さんぜひ私と一緒にこの英文を読んでくださいね。まだ18回目なのでゆっくり読みますけど、回を重ねるごとにどん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 早く読めるようになるよう練習を進めていきますね。ですからまず読むことに慣れましょうね。3回読むので一緒に読んでください。ではいきます。1回目です。 June Timmons Dear Grandfather, How are you? Thank you for sending me a nice bagI got it 5 days ago. I like it very much. Yours, Mary. 2回目です。June 7th. Dear Grandfather, How are you? Thank you for sending me a nice bag. I got it 5 days ago. I like it very much. Yours, Mary. 3回目です。June 7th. Dear Grandfather,How are you? Thank you for sending me a nice bag. I got it 5 days ago. I like it very much. Yours, Mary. いかがだったですか？では、ここの英文に対する質問がここに4つあります。この質問に答える練習もしましょう。
1番の質問、これはどんなことを伝える手紙ですかと。これ日本語で答える問題なんですけれど、これはここに Thank you for とあるので、ね、お礼の手紙だって分かりますね。感謝の気持ちをつける伝える気持ち、ありがとうって言ってるんですからね、感謝を伝える気持ち、お礼の手紙と。じゃあ何のお礼かと言ったら、おじいちゃんに出してから、おじいさんにこのカバンを送ってもらったお礼の気持ちを伝える手紙、こういう内容を書けばいいわけね。おじいさんにカバンを送ってもらったお礼の手紙と、こういう内容を書いてください。2番は Who wrote this letter? Who wrote this letter? Wrote は、書く、 write の過去形ですよね。ですから Who、 誰が書いたんですかと。 This letter、 この手紙をと。書いた人の名前は一番最後にあるこの人です。ですからここは一文字で書くとしたら Mary って書いてピリオドを打てばいいんですね。二文字とあった場合、これは Mary did ピリオド、こうしてくださいね。字数制限がなかったら Mary でピリオドですね。二文字でしたら Mary did でピリオド、こういう書き方をするということも覚えておきましょう。3番目、When did Mary get a bag? When did Mary get a bag? いつメアリーがカバンを手に入れましたかと。これね、答え方は実は2つあるんですよ。で、実はこういう出方をした定期テストがあったので、今回はそちらの定期テストの答えの方でいきます。その時には定期テストの答えはここの部分を正解にしていました。ですから、今回はこの5 days ago、ね、5 days ago でピリオド、これを正解にします。この5 days ago の最初の F の部分大文字にして5 days ago と書いてください。で、もう一つ正解があるということが言えるんですけど、それはなぜかというと、書いた日が6月7日その5日前なので、ね、6月2日ね、January 2nd、 これも正解になりますよね。まあ出し方によってなんですけど、まあ先生によってなんですけれど、2つ答え方があると、ね、もしこっちを使うんだったら January 2nd、 本文の方から取るんだったら5 days ago、ね、こういう答え方があると。これも覚えておきましょう。4番です。 Does she like the bag? Does she like the bag?彼女はそのカバンを気に入っていますかと、こういう質問です。 Does で聞いているので Yes, No で答えられますよね。手紙の例、 I like it very much, I like it very much、 私はそれをとても気に入っていますとあるので、これ Yes ですから Yes, she does, Yes, she does、 こうなります。よろしいでしょうか。今回は、手紙文の短文の読解練習、これをやってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。